それではシンポジウムを始めさせていただきます、えー、がん対策基本法の改正に伴いまして小児がんが重要課題と位置づけられました小児がんに今注目が集まっていますその政策の一つとして去年15の病院が小児がん拠点病院と指定されました国が力を入れている小児がんその方向性に対して 現場はどのように考えているのでしょうか。本日は拠点病院と地域サポートと題してシンポジウムを開催させていただきます。はじめに難病患者や小児癌などの子どもの慢性疾患の医療費医療費助成制度に積極的に関わってこられました厚生労働省大臣官房審議官鈴木敏彦様からご挨拶を。 頂戴いたしますそれではお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました厚生労働省の鈴木でございます、えー、本日はあのこのシンポジウムこんなに盛大に開催をされましてあの心から応援申し上げます、えー、それから NPO 法人チャイルドケモハウスの関係者の皆様をはじめえ今日ここにご参加の皆様方 あの小児がんと戦う子どもと家族の支援に日頃から本当に熱心にお取り組みいただきまして、心から敬意を表しますとともに、この場かありまして、また厚生労働省としても御礼を申し上げたいと思います。ありがととううございまますすもうちょっと真ん中に行きますあの 私、ご紹介いただきましたように大臣官房審議官という職は厚生労働省がやってますさまざまな仕事をそれぞれ分担しまして総合的な調整とか推進をしていくという仕事なんですけれども私が担当してますのは主に少子化対策子ども・子育て支援ということでその中で今ご紹介いただきましたように特に小児がんをはじめとします長期療養が必要なお子さんとそのご家族に対する支援 これをなんとか充実強化したいということで取り組んでいましてその関係で実はチャイルド・ケモンハウスさんの活動も日頃から耳にしていまして先日実際にこの目で拝見しまして本当に素晴らしい取り組みだなというふうに思いましたそうしましたらその時にこのシンポジウムがあるんでちょっと挨拶ぐらいしろということで喜んで今日参りましたえまああの司会の方からもご紹介ありましたけれどもあのがん対策ですが あの平成19年にあのがん対策推進基本法ができましてそれに基づいて国が基本計画を作っていますで19年から5年ほどたって平成20年6月に基本計画の第2期というのが閣議決定をされまして新しいスタートをしていますまあその中で4つの大きな柱の1つが小児がんの充実ということでありまして やはりここの辺をもうちょっと強化していかなきゃいけないということで今現在国をはじめ自治体をはじめ全国津々浦々の皆さんと頑張っているというところであります、まあ、その中で具体的にはまあ今日の,あの主題でもあります小児がん拠点病院これを全国7ブロック15の医療機関にお願いをして昨年からスタートしておりますそれから今年は 去年はあの、生育医療センターとがん,がん研究センター、これをあのそういった小、えー、拠点病院を全国的に引っ張っていく、そして全国の質を高めていくような経営者としての役割として指定をいたしまして、こういったその、まあ、あの全体のネットワークを作っていく形で、小児がんの対策というのを一生懸命強化しようとしている次第であります。 あの大事なことなのでちょっとメモしてきましたけどもあの小児がん拠点病院あの文字通りあり地域のネットワークの中核でありまして、えー、ここがあのしっかり機能していただくということが小児がん対策を進める上での一番の要になりますでここにあの期待されているのはあのちょうど先生方からお話もあろうかと思いますけれども、まあ、専門家によるその修学的医療の提供ですとか教育環境の提供それからまあ研修ですとか そしてあの、お子さんとご家族や医療従事者の方々に対する相談支援体制、そういったようなその本当に大事な役割が期待をされています。でえー、基本的にその小児がん拠点病院をコアとして各地域でいろいろな対策を進めていくんでありますけれども、えー、基本的に私大事だと思ってますのは、がんという病気自体を克服する取り組みを強化するということと同時に、やはり子ども、 が相手の子どもを対象とした施策ですから子どもが健全に育成していけるようにその生活とか教育も含めてそういったものをその地域みんなで支えていけるそうしたシステムづくりにも合わせて目を配っていくというのが小児がん対策を進める上で非常に大事なことになるんじゃないかとこういうふうに思っています。 でこういうその地域で支えるシステムというのが本当に実を結んで大事なものになるためにはやはりその地域の関係者の方々がしっかりと話し合いをしてどういう自分の地域で取り組みを進めていったらいいかというビジョンを作っていただくことが大事だと思っています。まあ、本日のシンポジウムもその一環だろうと思いますしこれは全国それぞれ拠点病院を中心としてこういった取り組みにぜひ力を入れていっていただきたいなと思っています。それからあの え先ほどあの司会の方からもご紹介いただきました、あの私、難病と、それからの小児がん、あるいは子どもの難病に対するその医療費助成をはじめとする支援の仕組みというものを今、抜本強化したいということで、見直す仕事に携わらせていただいています。 あとは審議を待って、できるだけ早く成立をしてほしいなと思っているんでありますけれども、その中で私がやりたかったことは3つあります。1つは、この難病なり、あるいは小児がんをはじめとする慢性疾患のお子さんたちへの支援、これについて、今までなかなかその財政面で,ですねきちんとした裏付けがなかったので、例えば対象を拡大しようにもお金との相談でなかなか進まないといったようなことがありました。ししかしながら これが抜本的に今回、改善が図られる見通しでありまして、具体的に申しますと、この4月から消費税が引き上げられますま、税金引き上げると嫌だなと思いになるかもしれませんけれども、この引き上げていただいた貴重な財源を、実はいろいろな社会保障の充実に使わせていただく、その一環として、難病と子どもの小児慢性特定疾患、これの助成制度に対しても、この消費税の財源が当てられることになりました。 この法律が通りますと、今までとは違ってお金と相談しながら対策を組み立てるというんではなくて、本当に支援の必要な方々に必要なだけの支援を行うことができる。まあそういった体制ができるんじゃないかと思っています。これが一点目です。で二点目はこの一点目と裏腹なんですけれども、難病もそうですし、小児慢性特定疾患もそうですけれども、対象になる病気の種類を ななかなか増やしていけなかったというのが現実です、まあ、しかしながら先ほど申し上げたように非常にしっかりした財政的な裏付けができますのでこれは必要な病気は順次これを拡大して本当に支援が必要な方々を支援の輪の中に取り込んでいく、まあ、こういったことができるようになると思いますあの小児の慢性特定疾患今あの細かく言うと500を超える病気が 指定されれてていいいいまままますすけれどももまだまだ手の届かない病気を抱えららっっししゃゃる方々法律が通った暁にはです、ね、これを一気にその80から100ぐらい増やしたいなとこんな方針で取り組ませていただいていますそれから3点目ですが私は実はこれが一番大事だと思っていますけれどもまさにあの今日のシンポジウムの主題の一つでもありますがこういったその病気を抱えて戦っているお子さんとそのご家族 こういった方々に地域全体でさまざまな支援をパッケージで届けてあげられるようなそういった支援体制を各地域で作っていくということです。これもあの医療費の助成だけではなくてお子さんというのはやはり育ちの家庭の中にあります病気と闘いながら生活をし勉強をしそして家族と一緒に暮らしていく、まあ、こういったことをきちんと叶えてあげられる体制これが大事だと思っています。 でこれは小児がんであればこういう形あるいは呼吸器の疾患であればこういう形いろいろなそのあるいはその小児難病であればどういう形がいいかいろいろな形が病気によってあるでしょうしそれから地域の中で持っておられる医療資源とかどういうようなその支援のツールが地域で得意なのかまあそんなことも含めてそれぞれの地域で一番 できるあった形を見つけていただくということが大事だと思ってますでそういった取り組みに対しても、まあ、お金ばかりお話ばかりで恐縮ですけれども、まあ、お金っていうのは結構大事でありましてそういった取り組みにもきちんと皆様方からいただいた消費の財源が当たるようになりますでこうしたことをまあ一刻も早く進めたいなと思っておりましてなん、まあ、とか早くこの国会で先ほど申しました法律が審議され成立されればいいなと思っているわけであります で法律が成立いたしますと、それぞれの地域で協議会のようなものを作っていただいて、自分のところで、例えば小児がんにはどんな支援の取り組みをしたらいいかどうか、そんなことを行政も医療機関も、それからもちろん患者のご家族の方々も、一堂に会してご相談いただけるような協議会というものも設置をしたいと思っております。ちょっとと日頃の思いを長々と申しし上げて恐縮でしたけれども、 も一回ちょっとメモを見ますねそれで先ほど申し上げましたけれどもその小児がんの拠点病院というのがそのまさにこのいろいろな取り組みの中核になるわけでありまして本日は各地の拠点病院で活躍されている先生方から今の現状とか課題とかそれからこれからの展開方向について大変その貴重で下に飛んだ ご提言がいただけるんじゃないかなというふうに楽しみにしております。あのそういうことで、このシンポジウムがあの本日、ご参加の皆様方にとりまして、本当に今後の展望の支持になる、それから我が国全体がこの分野の取り組みを進めていくにあたりまして、一つの大きな権威力になる、振り返ると、あの時のシンポジウムって、一つのなんていうんですか、ターニングポイントだったよねと。 言われるようなものになることを期待いたしまして、えー、長々とお話をいたしましたけれども、私の冒頭のご挨拶にさせていただきます本日はおめでとうございます。